こんばんは。ショートしまいよこう。こんばんは。こんばんは。こんばんはしか言ってない。今日頭が働かん。全然。お、カラオケして当選。お、ありがとう。嬉しい。あ、TikTok 可愛かった。もうそう、くるくるは。この世、この人生で、人生で、人前で、人前に見せたくない行動ランキング、上位に入ってくる歯磨きシーンを、TikTokで全世界に公開されてしまった。なんか静止画ならいいよ。写真、おお、一発目から当たり。歯磨きくるくるかかった。本当？本当か。そう、静止画ならいいよ。動画はね、うわっと思ったね。うわ、やられたと思ってやられたと思って、急所当たり、ありがとう。消えた。くじ引き、すごい、一発目から。いや、あれ公開されると思わんかった。公開されると載せるって言われてない。普通になんかあれよ、撮影前に、今から撮影、休憩時間の時にご飯食べて撮影する、もう一回撮影するから歯磨きしようと思ってしてたら、カメラ向けられたから、普通に記録用かなと思ってイエーイみたいなしたら、どうすられてんの。ミニマイクで歌ってるかと思ったんや。そんなことある？歌ってる？誰が撮ったか忘れたけど、忘れたけど、そう、公園も歯磨きする。する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 。グラスゴー、初めて聞いた。海外行ったことあるよ。歯磨き。恥ずべき行為だと思って。まあ、いっか。歯磨き一緒なんですよ。歯ブラシか。歯ブラシ。アスミット。あと食事ね。食事シーン。食事シーン。なんだ。可愛いからもの、優しい。優しい時。なんかお腹痛い。痛くなってきた。トマトポ、くじ引きありがとう。くじ引きありがとう。
偶然偶然、偶然歯ブラシ。食事も少し慣れた。あ、人前、なんかお仕事で人前でご飯を食べないといけないシーンがちょくちょくこうやらせていただいて、まあもうそんなことも言ってられないなというふうになって、そこではなんていうの、自分を突破できたらできる。突破したらね。バーベキューやばいよ。お腹痛いよ。なんでダメなんだろうか。昨日公園から帰って、そこのうち、あ、寝落ちしてた。これお疲れ様。お、ありがとう。ありがとう。12日、おすすめです。萌え？ちょっと可愛く食べようとか意識してなぁ。え？まぁ、大体一人で食べるけん。それ、せんのんじゃけど。カメラ撮れるってなったらする。普通に、口を開ける瞬間を見られる口を開けるっていう行為が恥ずかしい。くるくるからでした。今日前髪ちょっとどっちにも分けてない、まっすぐタイプ。朝チャーハンの時頑張ってた。そうよ、そう、お腹痛。あ、辛くて、すいません、嬉しい。3時間待ってたらクルクルから中何かわかんないけど、そんな感じ、そんな感じじゃないけど、12日の3時間目は、ちょっとギャンブルみたいな。当たったらなんかもらえるかもよーみたいな。あ、クルクルメールいい？嬉しい。昨日豪雨やばかったよね。ペットボトルで飲むとこ見られたくない。クルクルもお茶飲むところもあんまり見られたくないけど。まあもう水分補給はしないと、もう倒れちゃうから仕方ない。お、トーラが明日か。あ、食べるところ見るの苦手なアイドル多いんだ。多いんだ。やっぱそうだよね。淡い恋心もらえちゃいます。気圧の変化かな。ビンタ界なら全力でもういつだってビンタをしたい。クククク、したいのおかしい、したいおかしい、したいおかしい。雷やばかった昨日夜も、深夜ちょっと。私昨日の夜さ、昨日の夜も5時起きてて、5時まで起きてた。あ、違うんよ。4時50まで記憶があって、4時50分まで記憶があって、わぁ、と思って。で、5時に SNS を更新してから寝ようと思ったんよ。何かわからんけど。SNS 更新して寝ようと思ったけど、10分待てなくて、寝ちゃって。でも結局朝、目が覚めて、いい時間に。
そう、歌ってる時はそう、マイクで隠れている。日村さん、え、日村さんこうやって食べるの？頭痛？頭痛今日大丈夫。あ、黒糖ウーロンアイスティー美味しいよね、美味しいよね。爆睡で引かれた？そうなの？爆睡。あ、歯磨きまだ見てなかったら見てきました。やばいやばい。あの、なんだっけ、カエル化しないでね、カエル化。あ、ビート10ある？往復？往復でいいの？クリンパくじ引き、くじ引きありがとう。ナイトクルージング、クルクの力で当てちゃおうか。いや、できないけど、そんな、クルクさん力は持ってないけど、祈っておきます。お、20日相談したら、うちわに行こう。お、嬉しい。嬉しい。え？昨日の夜にドーンと落として雷かと思ったら交通事故。え？心配。クルクもうドーンと落とした。雷だった。歯磨きのやつは写真だと思った。歯磨きのやつは動画だと思った。動画だと思ってたけど、載せる用の動画じゃないと思ってた。なんか、結構あるんよ。なんか、別に載せないけど、まあ、思い出として撮っておこうみたいな。ちょっと撮ってくださいとかもあるし、こう、自分らがなんか戯れ撮ったら、マネージャーさんとかが、何やっとんみたいな感じで、動画撮ってくれて、思い出みたいな感じで撮ることが結構あるから、それの一環だと思ってたら、全然違った。運命は運命。運命。てか花火大会来たよ、くるくる。昨日の仮面、ほんと、いや、ほんとに花火みたいな音、ほんとに撮ったけど載せてないやつ。そうそう、多分結構ねあるんよ。結構ある、結構ある。これ前にメンバーとしてなかったやつ、確かにあれ結構いいよ。しかもあれは強めがいいんですよね。気合が入る。いや、くるくる、内股じゃないんよ、あれ。たまたまなんよ。それもめっちゃ嫌で、立ち姿嫌で、立ち姿本当に嫌だった。カビめっちゃ内股だったよね。あ、違うんよ、たまたま、たまたまなんです。あ、遠いさん、遠いさん、熊いちごアイスタワーありがとう。遠いさんありがとう。なんか触れていいんか分からんけど触れていいのか分かんないけど、くるくるも、あの記事を見ました。記事を見たすごい、伝わるかな。ありがとう、タワー、くるくるのことも見ててね、ありがとう。またお礼するね、毎日本当にありがとう。ありがとうです、ありがとう、嬉しい。浴衣くるくると打ち上げ花火みたい。え、みよみよ打ち上げ線香花火、え、しようしようしよう。最後の花火に今年も嬉しいことがあったね。だよね、だよね。くるくるも見た、いいですね。
でもやっぱ嬉しいよね、そういうのね。こうあれだよね、なんかこう自分の生活の一部におしめみたいなね。あ、クルクもちゃんと見てるから、あ、嬉しい、嬉しいです。見てて、宮島の花火大会無事え買ったんじゃ、え待って、え回ったんか、もうあった、え早いよね、打ち上げ花火ってさ早いんよ。あの見たいと思った時にも終わっとんよ。くるくる行きたいんだけど、花火大会くるくる夏好きじゃないんだけど、夏好きじゃないんだけど、最近夜景とか好きで、のそのおかげで、まあ花火も好きじゃけ、そのおかげで夏がちょっと好きになってきた。夜景のおかげで。問題はそう、人混みだよね。わかる。問題は人混み。しかもカップルばっかりよね。線香花火は何人当選？10人くらいな気はしてる。どうなんだろう。星の写真撮るの趣味？いいね。くるくる、うまく撮れんけど。え、うまく撮れ方してたし。そう、ロマンチストなんよ、くるくる。夜景が好きやけ。レインボーブリッジ？渡りたい。レインボーブリッジ封鎖されてない？人多いとこ？くるくる人多いとこ苦手。苦手だけど、最近克服してるけど。広島夜景ポイント？全然わからんのよね、私。夜景ポイントあるんかな？山の上的な。神戸の夜景綺麗。え？なんか言うよね、神戸タワーみたいな。夜景綺麗。行きたーん。あと大阪の、なんか梅田にあるの、に行きたい。あと東京の、港未来行きたい、港未来。港未来行きたい。港未来は、コードブルーで、事故があったよ。ドラマで。全く現実とは関係ない話なんだけど。あっ。今声がした。うんって声が。うんって声がした。幽霊かもしれん。ポートアイランドか。神戸って聞こえたの来ました。お、神戸の案内よろしくお願いします。パシフィコ横浜でイベントある。あ、パシフィコは港未来なんだね。渋谷スカイ、え、行きたい。行きたい。東京。オリズルタワーからの夜景アイドル。あ、そっか、夜も登れるんか、オリズルタワー。行ってみようかな。あと、くるくる、あれ見たい。あれ見たいんよ、あれ。あれ。あれです。わかりますか、あれ。あれ見たい。あ、確かに。え、してよ、幕張が多いんか、パシフィコじゃなくて。今また、声がした。怖いなぁ、怖いなぁ、怖いなぁ、怖いなぁ。港花火くるくる、くるくるの
部屋出るよ。出る。黒く脱げてます。あれ。あれ見たい。あ、キングダムしゅ。キングダム見たい見たい。明日じゃろ公開。見たい。お父さん見たいって言ってた。あれはなかなかレア。レアよね、あれね。あれ、あれな。あれな。わかる。綺麗よね、言って。やばい。みんな共感してる。あれ、あれはレアだよね。あ、香港の駅綺麗だった、綺麗だった。あ、いや、エリオンピスが綺麗、綺麗、綺麗、綺麗。梅田スカイビル、あ、あ、それそれそれ。梅田スカイビルの空中庭園展望台来た。え、ちょっと、本当に、あれ、本当にあれをさ、突き止めたいんだけどさ。あの、あら、ARE なっとる。あれ大阪のやつか。野球なのあれな。うん。あれよ。ヒントは、全然日本じゃ見れんかも。景色系。で、人工的なやつじゃない。寒い？ワンチャン？オーロラも見たい。オーロラも見たいけど、違うんよ。オーロラもめっちゃ見たい。違う、なんか、白夜みたいな。ちょちょちょ、白夜じゃない。日が沈まんやつだっけな。日が沈まない。え、蜃気楼ってさ、景色のことな。蜃気楼っていう単語好きなんじゃけど。あ、白夜？白夜合っとる？白夜じゃない？白夜？北極圏の？あ、北極圏なんじゃ、白夜って。え、白夜、白夜みたい。白夜はどこで見れる？綺麗なんかな？と思う？みんなで白夜ツアーする？白は、白夜。白夜とオーロラ見に行こうツアーしようや。 STU で無理か。蜃気楼は海の海岸線で見える。え、見た見た。めっちゃ甘髪姫してる。ドイツあたりでもかなり。あちょっとおもろい。新宿のホストにそのな。ちょっとおもろい。うん。ん？グリーンランドで見れるの。グリーンランド行きましょう。普通に明るいだけ？明るいだけ？ただの。あ、そうなの？あれ。ちょ、なんかちょ、ドラマってさ、あったん。私は死ぬまでに一度は。白夜違うんかな。白夜がなんだかんだかとか言ってたの。だから行きたい。ノルウェーとフィンランド高いの？距離100万円ぐらい。え、絶対する。絶対高い。時計見て、あ、夜かって分かるくらい感動する。あ、じゃあオーロラにしよう。オーロラにしよう。オーロラに見に行こう。あ、白夜行ってどんなんじゃっけ。面白かったよね。記憶ある。影響されやすいんよ。影響されやすいんよ。え、他にさ、綺麗なのない？綺麗なの。白夜じゃなかったかも。白夜じゃない。白夜じゃなかった。白夜じゃなかった。白夜じゃなかった。いや、オーロラね。うん、大事。オーロ、あの、3文字なんよ、3文字。なんか、日が落ちる、日が落ちる。3文字。太陽。
三宅学校面白いね。くるくん見た。で、東野圭吾さんが好きなので、作品が好きなので。8月3日、休み取れるかも、確率 70%。お高い !70% ってこと、7ってことは、ラッキー7ってことだから、これは 100% ってことだ。で、その無理はしないでもらいたいんですけど。え、ぜひ、お待ちしてます。8月3日、明日からか、受付。クルージング、しましょう。ウユニ塩湖？え、ウユニ塩湖は行ってみたい、くるくるも。行ってみたいランキング入ってる。満天の星が、湖に映る。え？見たいんじゃけど。日食？いや、3文字なんよ。太陽中現象。え？でもそんな感じだ。その感じだった気がする。なんかグリーンフラッシュって何？グリーンフラッシュは緑？緑に光るの？ダイヤモンドダストって何？空気がダイヤモンドになるの？ね、クルージングイベント増えたね。ね、どんならしいだっけ、白夜行。ちょっと、なんかいい。何を見てそれ見たいと思った？アンナチュラル。アンナチュラルの、さゆりんご3回。さゆりんごさんのお友達が亡くなっちゃったんだけど、亡くなる前に見たいって。内容だった気がする。クルージング明日から申し込めるけど、詳細は19日発表。あ、そうなんじゃ。詳細はちょっと遅いんじゃ。楽しそうな詳細ですよ。ちょっとだけ見たんですよ。くるくる見たんですけど、楽しそうですよ。なんかそのくるくる結構クルージングイベント参加してるんですけど、銀河。なんか、それとはまた違った企画だったりとかも、あったり、なかったり、あったりなかったり、あったりなかったりね。あ、今まで私が参加したことのある、クルージングイベントと、ちょっと違う感じなのも、あったりとかなかったりとか、なかったりとかね、するから、ぜひ、ぜひぜひ。大天使、あ、今見えてる。この私のことか。じゃあ天使見に来てよ。ん？空気が凍りつくのがダイヤモンドダスト？寒すぎてってこと？日没のほんの一瞬緑に光る奇跡。え、気になる。結構真実の愛の話か。一言で説明むずいよね、むずいよね。空気中の水分が凍ってキラキラ。綺麗そう。そう、今回はそう、銀河じゃないんですよ。不可実にした理由は、くるくるが喋ってない体で、皆さんに詳細、あ、雰囲気を伝えるためです。確かにホタルいいね。ホタル深いちょっとうまいじゃろ、うまいじゃろ。青に知ってる。くるくるが申し、あ、間違えた。参加するってことだけで申し込み決定。え、嬉しいです。嬉しい。てかさ、くるくるさ、最近またのその前も言ったけどさ、ニュープロジェクトまたしたい欲がもう本当に、つららは見たことないかも。初日の出、日の出も見てみたい。ん？初日の出か。
あ、ちょちょ、これは1月1日か。あの、普通に日が昇る瞬間見たい。消える、くじ引き、ありがとう、ありがとう。ダイヤモンドダスト、別名天使のささやき、くるくるのささやきってこと。北海道行ったことない、行ってみた。アナチュラル、やっぱ、あ、白夜だった。え、確認してくれたの、ありがとう。わざわざ白夜か、じゃあ白夜だ。白夜、なんでその女の子行きたいと思ったんだろう。ご来光的な、ご来光的な。でもまたお父さんなんだけど、お父さんに富士山に登ってみたらみたいな言われて、確かに山って怖いけど、登ってみたいけど、山って怖い。なんかコーンシングルじゃないや、今の時期にやってるドラマの、ドラマでさ、なんか山のさ、山のさ、病院、山マウンテンなんとかみたいなやってるんだけどさ、山は怖いって言ってるからさ、怖いんだと思って。流星雨、流星雨、え、見た、めったに見えない。北海道さ、東京でも、え、確かに、いろんな出張で2連、北海道まで行って2連の木の下で北海道さやろうよあ、そう、ミケちゃん。ベクヤは酒飲みには辛い、夜が欲しい。確かに夜ね欲しい。あ、降りるときは怖いんだ。お、明日子宮頸がんの予防接種かな。頑張ってね。注射ね、ここが痛くなるよね。私は注射を打ったら骨折したみたいなぐらい腕を上げないタイプの人間です。で、注射したので部活休みますってやって、部活休んでました。注射したので課題できませんとも言ってました。いいと思いますいいと思います。別に注射は嫌いじゃないんだけど、注射の後のその後のさ、この肩の重さね、やばいよね、注射って。え、そうそう、山は舐めてかかったらダメだってドラマで言ってた。あ、見てる。あ、マウンテンドクター、それ見始めて見た。え、ヒット祈願とか行きたい、くるくるも。そ、森は生きているから。山岳医療、そう。山岳医療。達成感はあるけど、登ってる途中は、しんどさが多分ね、あるよね。高山病とかもあるよね。あ、タイトル未定さん主催、台湾、北海道で。行きたいです。やっぱり痛いですか？痛いです。あ、ビビらせるわけじゃない、なんかね、圧迫される注射、腕が。あ、ジンギスカンいいな。放課後さん、イン北海道、魅力的だよ。だって歌も聴ける、ニレの木ある、ニレの木あるから MV 作りたいお、駐車場で課題できません、使おう、え、使ってほしい、使ってほしい。私めっちゃ使ってたもん。だってちょっと駐車して腕上がらないみたいな、腕力入んないって違和感バリバリだよね。え、富士山流れ星流れまくってた、行きたい富士山。ヒット祈願なら普通に出雲大社、多分でもヒット祈願って多分簡単に行けるところ、まあもちろんすごいところなんですよ。出雲、
出雲神社すごいとこなんですけど、多分そう簡単に行けるとこじゃなくて、富士山登るとかちょっと高い山登るとかバンジー飛ぶとか、限界をその行くメンバーのその限界を超える姿を見せることによってヒット祈願するっていう深い意味が入っていると思うので、こうまあ普通にこうお祈りじゃなくて、この行くメンバーがいかにこの自分の殻を破るか、自分の殻を破ってこのシングルをいいものにするぞ、この期間をいいものにするぞっていう気持ちを込めてこう行くことに意味があるというふうにくるくるはくるくるのオタク心として考えているので、結構達成できないんじゃないかくらいのことをすることに意味がある気がする。あ、確かに、あー、うさぎ歌いたい、雪の中でね、3回終わりました。え、富士山フルマラソンよりしんどかった、やばい、ちょっと富士山レベル高すぎたかも、もうちょっともうちょっと初心者の山を登ってみたいかも。屋久島に縄文杉、え、見てみた、ピロリラヤッホー、ヒット祈願で、え、あり、ヒット祈願でオーロラあり、スカイダイビング、え、バンジーよりスカイダイビングの方がいけそうっていう気持ちある、なんか誰かとさ一緒にスカイダイビングだから大丈夫、なんかバンジーって一人じゃん、一人は怖いや、バンジーやばい、バンジー飛びたいけど怖い怖いプロモーションために行く、確かに痩せます、ありがとう、まあ、確かに泣いてまで泣いてまでこう やってるのを見ると、ああ大丈夫かというふうにはなるよね。高尾山、高尾山、高尾山登っちゃおうかな、どんな、どれくらいの山、どれくらいの高さだ、ひもなしバンジーやばい、それはもうあれでも全てをかけてますね多分。え、でも、え、またお父さんの話なんだけどさ、今日さっき本当に今日の昼ぐらいにお父さんに世界一高いジェットコースターに行こうって言われて断りました。無理無理って言った。あ、富士山大変だけど素人でも登れる貴重な山、あ、登れるって登れるんだ、19期さ登ったんだ、あ、 600m ほぼくるくるの身長くらい、天保山、天保山、天天安、いや、ロックな誘い、絶叫系いける私は無理、え、レベルによるけど本当にやばいのは無理、ユニバーレベルだったら大丈夫、映像系のが苦手、富士急、え、和集山って言った、でも富士急かな、富士急かも、なんかどうかって言った、よくさよくさ腰の骨折っといて折っといてさ一番高いジェットコースター乗ろうとか言うよねテンポー山って言うんだ、絶叫系富士急怖い、ユニバー行けるなら中級者、え、
確かにユニバは中級者かもしれん。中級者。夜景なんて。ほら、ド M か。ほら。ん。さ、登山40年やっとるけど、天候の急変とか、酸素が少ないとかあるので、富士山登山を最初にするのはすみません。やっぱそうだよね、この、初心者が一発目に富士山を行くっていうのは、さすがにこう山を舐めている、そのマウンテンドクターで私はもう学んだので、山が危ないっていうのは、山は舐めるんじゃないって怒っていたので、それを心に刻んだので、ちゃんと知識を持った人と行くとか、知識を自分でつけてから行った方がいいなとは思いますね。スカイサイクル何それ、ええスカイサイクルってさ、あ、なんかさ、上のさ、なんか高いやつでさ、自転車のやつ、なんかさ、めっちゃあれ SNS で見るけどさ、やばそう、絶対怖い。スカイサイクル、スカイサイクルやばい、ちょっとやってみたい。え、くるくるさ、あれならできるんよ。ジェットコースターは無理なんだけど、高いところは大丈夫だから、アスレチックならできるけ、アスレチック行こう、アスレチックツアーしよう。アスレチックツアー、え、しまなみ海道自転車で走り切るとかもいいんじゃない、企画としても、え、ありとか、ありとか言って、まあ私がありとか言ってどうにかならあれじゃないけど、え、結構さ、いいんじゃない。だってさ、普通にしまなみ海道って瀬戸内だし、自転車だとね、こう、まあ大体の人がまあ乗ったことあるから、そのまあプロの意見ももちろん体調面とかで必要だけど、その現実的なもの、え、あり、島根海道走り切るヒット祈願、広島ならご佐藤さん、ご佐藤さん、広島イオンの近くに、え、あるんじゃ、山あるんじゃ、スカイサイクル、意外と楽しい。下見るけ、あ、そうなんじゃ、なんかこうガキガキってなる、こうやって。錆びてて怖い。やば。怖。六甲山に遊び行く。え、行きたい、行きたい。スカイサイクルやばい。高いところ平気なら、なぜお父様を誘いかな。なんか高いところはいけるんだけど、落ちるのはなんか別問題、落ちるのは別問題だから。あとアスレチックは、アスレチックはアスレチックでもさ、結構さ、なんか揺れるところを行くとか怖いのもあるんじゃけど、それはさ、もう私のメンタル次第じゃん。自分が、あ、引き返したいと思ったら引き返せるわけよ、アスレチックは。でももう、ジェットコースターは一回登って、こう、発車してしまったら、もう、帰れない。こっからもう、逃げることはできないんだよ。その恐怖ね。その、やめたくてもやめれない恐怖。マラソン、長距離くるくる。まあ、苦手っちゃ苦手じゃけど、やってって言われたらまあやるけど。九州海峡目指しちゃう。80キロ。スカイサイクル。は、感じ始めてる。今横向き？怖っ。ちょっとやめとこうかな。個人ファンクラブできたらいろんなイベント企画現実現。確かに。クラブ、自転車坂登り、あったんじゃ。バンジーは覚悟を決める。アスレチックだと水落ちは、綺麗な水だったらオッチー。
神戸市から広島市まで STM で駅伝、確かに駅伝ならね、メンバーでつないできるから、確かにつないで一致団結できるしね。滝修行、くるくるは多分これを言ったら結構まあちょっと舐めてるんかって言われたらすいませんなんですけど、まだその滝行についてそのはっきりと知らないことが、知らない、無知だから、滝行こ怖いんかな、わかんない、余裕そうって思っちゃうけど、いざ行ったら怖いんかな。小三木ちゃんに聞けば早いよね今度会うけ聞こう、滝行って怖かった？って怖いんかな、冬に行くから寒さで怖いんかな、寒さの方の嫌ってなるんかな。水は怖くないね、冷たさか、あ、霊的な意味？そっち？水圧？痛いんか、寒いんか、痛寒ね、痛寒、確かに滝に行くまで大変そう、確かに寒いし痛いんか、重さが持てるってびっくり、なるほどね、なるほどね、そっちの怖さね、痛そう寒そう、あー息はできんって言うよね、息ね、確かにさ、学校のプール、小学校のプールの前でさ、一回シャワー浴びて入るやん、プール。もうめっちゃ冷たい水を浴びる、覚えてる？え、見ないです、でも。え、これ、いつ、え、これ、ずっとあるんかな？ずっとあるんか分からんけどさ、プール入る前にシャワー浴びて入るやつ。めっちゃ寒かった記憶ある。あー確かに帰るのもね、確かに大変、くるくるもそう、修行ごっこするよね、シャワー浴びるやつ、冷水シャワー、え、消毒あるある、え、50分やばい、ありがとう教えてくれて、目を洗う蛇口あったけど使ってなかった、目怖くて洗えない、あったあった、目を洗う蛇口。でもできないから、足。くるくるも公安の話あったみたいに、みんなでナイトプール行きたい。え、ナイトプールは怖いから行きたくない。あと、くるくるは水着を着たくないかな。あの、服みたいな水着でよければ。目を洗う蛇口、製造終了したんじゃ。プールでゴーグル。え？ OK だった気がする。あ、理由があったら OK だった気がする。え、プールは怖くない。プールは、その友達って何が楽しいのか分からん。でもなんか、泳いで、楽しいか。その、なんか、得られるもの？
なら映画見るかなって思って。日焼けするし。え、そう、じゃあラッシュガード見ていきたい。のんぴがすごくナイトプール行きたかったよ。少しば、え、やばいわ。足が止める。足が止める。のんぴダメだよ。ダメだよって。ズンクルくん。おろあ、3文字の、3文字のあれは結局2文字で、白夜でした。あ、白夜。白夜でした。息継ぎできる。くるくるは、なんか、海に入るんじゃなくて、海の砂浜で座って海を眺めてる方が好きかも。泳ぎは、個人メドレーなまでならできる。習ってたから、6年くらい習ってたから。そう。海を眺める。僕はこの海眺めてる。私多分海眺めて、多分5時間ぐらい多分眺めてられる気がする。多分、え、結構ガチで、結構ガチで、5時間くらい一人で海沿いで時間潰せる気がする。ちょっと入る。なんか、歩くだけなら入る。足つかるだけ。かっこいいと思う漢字3文字の言葉、苦しま。砂もいいなので道くらいから見たり。ちょっと待って、おもろい。確かに、いや砂ね、砂が足につくのちょっとあれだよね。防波堤がいいね。防波堤、防波堤の上に立て僕は叫んだ、僕は叫んだぐらいがいいね。波の音落ち着く。何が一番？クルクルはクロール、あ、違う平泳ぎが得意。平泳ぎ。あ、そろそろ速食タイムしなきゃ。え、潮干狩りしよう。潮干狩り、砂浜に文字、え、角派結構書いちゃう。え、焚き火いいよ。いい。え、ね、そういうグラビアいいよね。くるくるの今年の目標はソログラビアです。防波堤ポーズ。平泳ぎ、待ってよ。待って、下手みたいに見えない。カエル化しないでね。ね、いや、海ってだけでね、いい写真になるよね。割れる。大天使ポーズ。オーロラ見て感動。養しなくてクルクルの真っ赤にする。え、嬉しいです。ありがとう。本当にもう今年の一番の目標。海眺める。これが白夜か。そちらがカエルが、あ、うまっ。私今カエル化したね、これ。これこれ。それでは、どんな顔して見る？こんな顔。タコ？オッケー。それでは、告知タイムします。お話し会の受付が明日が最後です。1時までです。ぜひお待ちしてます。2時間目、あ、ちょっと12日の2時間目がおすすめなんですけど、3時間目もくるくるいろいろあります。新グッズも販売です。そして明日からクルージングの受付も明日からなってます。ぜひお待ちしてます。それでは壇上13位YDO ありがとう。12位天使の絵の具
ありがとう。11位、アレちゃん、ありがとう。10位、竹まつる、ありがとう。9位、マスタカ、ありがとう。8位、ワタ、ありがとう。7位、トマトポ、ありがとう。6位、ヨッシーザンビ、ありがとう。5位、アツヨシ、ありがとう。4位、ケイタ、ありがとう。3位、クレンパ、ありがとう。2位、キュエル、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルパーン、トーイさん、ありがとう。ありがとう、トーイさん。クマ、いちごクマターも、ありがとう。いつも本当にありがとう、イーさん。皆さん、今日も見てくださってありがとうございます。あ、明日金曜日か、金曜日も頑張りましょう。それではおやすみ。